王さんをクビにできねえだろうみたいな、考えたらラーメン屋のせがれじゃねえか、石見がいて秋山がいて清原がいたっていうのは、引っ張ったのは根本にこう相当な僕は過去があったと思うんですよ。石毛ひろみし TV です。イエーイ、よろしくお願いします、テンション高くなってきたね。そうです、チャンネル登録、それからグッドボタンもよろしくお願いします。お願いいたします。さて、語るシリーズいきたいと思いますが、はい、今回なんと王貞治さんです。いや、世界の王さん、国民栄誉賞の王さんを俺はそうは語れないけどさ、だけどまあ、ライオン時代は巨人とも戦って、はい、僕は戦う助監督時代だったかな、藤田さんの時の、で今度は同じユニフォームを着たんですよ、はい、1995年に、王さんが、大英ホークスの監督になられて、はい、で僕は95年 FA に宣言して95年96年お世話になったんですね。でその時は監督と選手、はい、で僕が引退して96年引退してアメリカ1年行って98年に大英の二軍監督やらせていただいたんですね、はい、その時は一軍監督が王貞治さんでした、はい、でね、そんなに、監督選手あるいはその監督二軍監督でそんなにあんまり突っ込んだ話というか共感あんまりないんですね。あ、そうですか、うん、ただ二軍監督の時に、はい、石毛誰か二軍からいいのいるかっつったら、はい、じゃあこれどうぞっていう、分かったっつって投げて使っていただいて、ダメになると落ちてくるんですね。でまあそういうのが、それがまあ二軍になるみたいな仕事っていうから、一軍に通用する選手を育てるのが我々の仕事なんで、はい、一軍の選手が調子悪くなるとこう二軍に行けって言われて、誰か上げなきゃいけないっていう、まあ良くて上げて落ちて下がってきて、はい、またこの人間が良くなる時あるわけですよ、で僕らその選手をこれ良くなります使ってくださいって言うと、あ、もうそれはもう分かってるからいいやみたいな、ちょっとまあそういったあの判断するされることはありましたかね、で僕は何よりもあの王貞治さんの素晴らしいってリーダー像っていうのは僕は考えてはいるんですけどね。王さんが、まあ、読売巨人軍を離れて福岡の大英ホークスに来たわけですよ、はい、これはね、やっぱり巨人軍に生まれ育った人間は相当な僕は覚悟があったと思うんですね。覚悟が、で引っ張ったのは根本理子さんなんですけどね、で95年、それは当然福岡は盛り上がります、はい、世界の王さんがうちの監督やってくれるんだ、よっしゃ福岡みんなで応援するぞっていうなって、だけたら勝てなかった、95年ダメ、96年ダメ、はい、97年ダメ、98年ダメ、まあ B クラスだったんですね、はい、これ普通だったら、普通の監督さんだったら多分3年4年目で、まあ A クラスになれないような人は多分解雇されるんですよ、はい、でもそこに僕は王貞治という社会に対する力があったんだろうなと思うんですよ、王さんをクビにできねえだろうみたいな、もう少しもう少しっていう、それでそのところに97年に、98年か、大英ホークスがいろいろこうスパイ疑惑って覗きの事件があったりですね、いろいろ問題が発覚して、結局球団社長が責任取って変わったんですね、でその時専務だった根本陸夫が球団社長になったんです。で当然王さんを呼ばれたのが根本さんなんで、で球団社長になった、王監督が苦しんでる、それを見た根本陸夫がミーティングで、お前ら選手よって、何考えてんだと、世界の王には違いないんだけど、考えたらラーメン屋のせがれじゃねえかみたいなことを言ったんですよ、これは根本陸夫だから言えた言葉だと思います、でその一言によって選手が そうなのみたいなところでふっとこう紙下が少し取れてね、浴衣になった感じになってですね、で王さんもまあそれだけの対応をしてくれて、で99年、
これ勝っていくわけですね、はい、でその時に根本陸久は死んでしまうんですけど、だそういう面では大変王さん自身も苦労されてたし、当然ダイエーホークスの皆さんもいろんなものが、選手もスタッフもいろんなものがあったと思います、はい、で一つの優勝ということで全部こう綺麗に打ち解けていくんですけど、僕はその2年間選手で王監督を見てました、はい、で僕はね、王さんのすごいとこって、俺の目標はここだ、チームで優勝することなんだ、掲げるわけですよ、はい、当然ですよ、優勝目指して頑張るんですから、はい、他のみんなね、球団は。で5月6月になると勝たないわけですよね、で普通の指揮官はそこで多分優勝という2文字を僕は落としてしまう、下ろしてしまう、でも王さんはそれをずっと、どういう状況だろうとも、優勝だ、うちのチームは優勝するんだっていう、無理でしょ、この数字で優勝は無理でしょっていろんな人は言うんだろうけど、王さんは必ず優勝という認識の2文字はね、下ろさなかったんですよ。それが95年も96年も97年も王さん無理でしょって、あれこの戦力で無理でしょとか、この戦いじゃ無理でしょってマスコミいろいろ言いますけど、普通だったらくじけてね、優勝という2文字は下ろしてしまうんですが、王さんはずっと上げ続けたんですね。この辺の僕はそのリーダーとしてのあるべき姿があるなと思ったんですね。でその世界の王さんに来ていただいて、選手が不甲斐ないばっかりに王さんに恥を抱えしてるって気づいたのが、僕は国母だと思うわけですよ。国母はその当時ベテランでした。で2番目には次男坊として松中がいました、はい、三男坊には城島がいました。そういう面では昔で言うと、西武ランズで言うと石木がいて、秋山がいて、清原がいたという、野手のこういったベテラン中堅若手という一つの軸ができたね。で気づいたのが国母であり、で国母が、いや世界の王者に申し訳ないと、俺たちが頑張ろうやみたいな、そこでいろんなミーティングとかいろいろやってって、結局根本さんのその言葉もあって、99年に初めてダイエーが勝っていくわけですね。だからそのリーダーっていう方は、確かにいろんな状況、まあ野球ってその一試合一試合、一月一月、一年一年でその周期によって結果が出て、誰もが判断できる成績数字が出てしまうわけですね、はい、でこれに対してはやっぱりいい評価も悪い評価もって出てくるのが野球界スポーツ界の常なんですけど、その常をやっぱり王さんがやっぱり厳しさも分かってる、多分一番苦労されたのが多分王さんだと思うんですよね、だからその中で苦しい中でおいても自分の方針は一度も下げなかったという、これは一つのリーダーのあるべき姿ではなかろうかなと思うんですね、でそういった王さんの姿、後ろ姿を見て、そういったベテラン中堅若手が育ってきて、一つの軸ができてきて、ダイエーホークスから今度はソフトバンクに変わっても、はい、ずっとそういうチームカラーとして今、だから今のソフトバンク、はい、それ秋山も勝った、工藤も勝った、だけど、やっぱり王さんがその礎を作ったんだなかろうかなって気がするんですね、でそれをちゃんと孫正義さんが理解してくれてて、はい、王さんの好きなようにどうぞって、で王さんをちゃんと立てて、王さんもそれに甘えることなく、いろんな刺激を求めながら、現場に入れながら、そんなことで今ソフトバンクというチームが、球団が出来上がっているのかなと思いますね、やっぱり王さんの力は大きいと思います、今でも尊敬できる王監督でございます、はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。そしてYouTube チャンネルといいますと、石毛博道 TV が始まりまして、そしてまた新たに石毛さん関わっていらっしゃる、週に2日3日やってる OB クラブ、全国野球振興会、25年の歴史があるんですけど、野球界に恩返しっていうコンセプトで始まりました、初代会長は川上哲治さんが言い出しっぺで、こうなってきてるわけですね、我々は人生の野球界の先人先輩
の意思を受け継いで、今その思いを我々がやってるところなんですけどね。でこれはこういう時代ですから、はい、コロナ禍においてなかなかこの野球教室もできないという、はい、うん、で今のそういった YouTube だとか、リモートだとか Zoom だとか、それをうまく使いながらですね、はい、我々が培ってきたものを発信していこうというところなんですよ。で今実際プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネルがスタートしてますから、スタートした、はいはい、で僕も一応会社の中にいる人間なんで、はい、そちらのも一緒にやってますから、できれば石垣の道 TV と一緒にともんですね、はい、プロ野球 OB クラブ YouTube チャンネル見てほしいなと思ってます、はいはい、チャンネル登録も、ね、お願いします、はい、お願いいたします